どうも皆さんおはこんばんちは。今日の動画は、全く騒がれていないけど、なんかバージョン 2.0 でひっそりとめちゃくちゃ強化されていたキャラについて、紹介していこうと思います。そんなキャラの調整とかってあったっけ？このゲームはバグの修正以外、キャラの調整されたことないんじゃないかな？じゃあキャラの強化ってどういうことだ？相性のいいキャラの追加とか、相性のいい装備の追加がそれに該当しますよね。なるほどな。レイシオに新しく追加された異物がマッチしてて、まだ配布され続けているレイシオが育てやすくなったという動画だな。それ死ぬほど騒がれてますよね。あとうちのアカウントのレイシオはレベル1なので、動画作るのはちょっと難しいかも。早く育てろよ。ほら、他にも相性良さそうなキャラいるじゃないですか。自分でデバフ付与できて、デバフがないと役に立たない子。レイシオ以外でデバフが重要なキャラっていたかな？脱ぐとめっちゃ可愛いのに、キャラ人気にデバフかかりそうな、よくわかんない帽子かぶってるキャラ、正解を発表しましょう。正解はなんと、フックちゃんです。茶番長いから早く本編行って。フックは今回、3つの強化が入りました。1つはベストパートナーである、ブラックスワンの追加。ブラックスワン側から見ると、それほど美味しいパートナーではありませんが、フックは燃焼を付与するアタッカーなので、アルカナを貯めるのに一応シナジーがあります。まあブラックスワンにも一応利はある程度だけどな。普通にブラックスワンにとっては、配布される系ナイフンの方がよっぽど相性がいいぜ。2つ目の強化はとても大きい強化。新しくガチャに追加された、ミーシャのモチーフ公園水。心に刻まれた約束。これがめちゃくちゃ相性がいいです。星4の壊滅勢は会心率を稼ぐのが難しいのに、この公園水であれば条件を満たせば一気に 30% も稼げるのか。条件は必殺技を発動するだけ。正直会心率 30% はぶっ壊れに値する数値ですね。今回、ブラックスワンのモチーフまで引いた人は、私みたいに結構凸が進んでたりするんじゃないでしょうか。モチーフまで引いたってことはブラックスワンの、育成もしてるだろうし今回のパーティーメンバーに採用されてんのか。それだけではありません。3つ目の強化ポイント。それは新異物、止水に潜る先駆者。この異物は、なんと4セット効果で会心ステータスを伸ばすことができる、とんでもないスペックで登場した異物です。さらに、装備したキャラが自らデバフを付与すると、そのボーナス値が2倍になるという性能で、相手のデバフを3つまで参照して追加攻撃を発生させ、さらに自身も敵の効果抵抗を下げるレイシオと相性抜群と、情報が公開された時からかなり騒がれていた異物です。なるほど。フックは燃焼状態の敵に対してダメージがアップするし、自らスキルで燃焼状態を付与することから、この止水4Z と相性がいいのか。そしてフックにさらにデバフを2種類付与してくれる。ブラックスワンはフックの燃焼を参照して効率よくアルカナを増やし、スキルによる防御力ダウンはフックとも相性抜群。まさかの誰にも気づかれずに強化をもらいまくっていたってわけ。いやまあマジでフック使ってる人少ないしな。与えるダメージの倍率はそこそこ高くて、燃焼を付与するのが面倒なのと、会心系ステータスを確保するのがとにかく難しかった。たんですが、ブラックスワンの登場で積極的に燃焼を付与する理由ができ、異物と公園水で会心系ステータスが大幅に強化。まあとにかく実際に裏庭の12層前半で使ってみることにしましょう。ということで今回のパーティーは、先ほど説明したブラスワと、ヒーラーとして雑に強いラセツ、そしてアスターを連れてきました。アスターは天気と、ピノコニーのオーナメント、そして公園水によって、フックの炎属性ダメージを大幅に引き上げてくれるのと、バフによる攻撃力アップ、速度アップが、ブラスワとフック両方に相性が良く、さらにあまり知られていませんが、通常攻撃でおまけ程度に燃焼を付与してくれるので、フックが燃焼を付与し損ねた時に活躍してくれます。平常時だとフックの会心率は 44% 程度、燃焼を付与できれば異物効果のボーナスが倍で 48%、必殺技が発動すると公園水効果により 30% 追加で、合計 78% まで上昇する。新しい異物のセット効果と、公園水だけで 38% ブーストしてくれるので、今までは会心率動画必須だったのが、会心ダメージ動に変更することができるようになりました。必殺技で6万ダメージ、普通にいいダメージ出てるな。このステージのボスは風属性にめちゃくちゃ耐性持ってて、ブラックスワンの本領が発揮できないんですが、だからこそフック自体がダメージを出してくれないと、ラウンド数がかかりすぎて現実的なクリアラインが難しくなります。ブラックスワンの必殺技が1万程度しか出ないもんな。まあ彼女はもともとダメージ倍率も低いので、ほんとアルカナのダメージ以外は全然出ない。あとは、フックが新しい公園水と相性が良い点がもう一つあって、フックの重要なダメージリソースの一つに、必殺技後のスキルが強化されるというものがあります。今スキルですら6万ダメージ出てたな。あのスキル、星4キャラとしては破格の倍率を持ってて、その強化されたスキルに対して、新公園水は必殺技使用後にターンまで、会心率を 30% もがっつり上げてくれるから、しっかり恩恵を使いこなすことができるんですよね。例えば、同じように会心率が欲しくて、最近実装された星4壊滅のミーシャと節水ですが、節水は必殺技後に追加攻撃が発生してくれれば美味しいですが、相手の人生ゲージ残量次第では重要なダメージリソースの、追加攻撃にこの会心率上昇が乗らない可能性があります。まあもっとも節水は、
撃破特攻が余ダメージアップに変換されるので、フックとは比べ物にならないぐらい相性がいいんですけどね。撃破特攻がクソ強ステータスになるの、正直ズルだよな。バージョン 2.0 はおそらく撃破特攻に注目したキャラが多く出るのではと、時計屋の異物を見ていると想像できるので、今後実装される新星5壊滅とクソ相性のいい星4公演スイートして、また注目を集めることもあるかもしれません。一方モチーフにもなっているミーシャ君は、必殺技のみが重要なアルジェンティみたいな仕様になっていて、せっかく必殺技の発動で上がった会心率を、存分に活かしてあげることが難しいんですよね。必殺技自体は発動した瞬間に会心率が上昇するから、まあミーシャはそれでいいっちゃいいのかもしれんがな。必殺技後の2ターンも、余すことなく食べ尽くす。服を使っていると、この公園水の本当の性能が身に染みます。けど公園水の比較で出てきて思うんだけどさ。新しい星4アタッカー強くない？正直インフレは感じるよね。新しく実装される星5キャラが強かったり、魅力的だから目立たないって理由もありますが、単純に今まで純粋に殴る星4キャラが少なかったんですよね。ルカとかケイナイフンは持続ダメージを絡めて使うので、いまいち強さがわかりにくいというか、星4なので、ある程度突を進める前提にはなりますが、セスイやミーシャは、一部の工場星5キャラをすでに食い始めてます。なんかそんな気はしてたけど、そもそもこのゲーム、しっかり育てるとフックですらこの強さ、星5のハズレ枠のはずの星4キャラや、星4公演水の、スペックがちょっと高すぎるんだよな。結果、ガチャはすり抜け工場星5が一番ハズレみたいな扱いですからね。そこまで強くないのに、すり抜けでしか手に入らないから突が進まずに育てにくいっていう、姫子やジェパードのように、後から追加されたコンテンツで救済されたり、今回のフックみたいにベルトも異物と相性が良かったりで、間接的なテコ入れは結構されてるので、先週の将軍の腰銀着も、今後の強化に期待したいところ。シナリオ上での強さとの乖離がひどすぎるよな。脱線していましたが、フックの動画でした。第2フェーズの鹿、こいつも風耐性があって結構厄介。ただまあ、フックはやっぱりコンスタンスに、必殺技と強化スキルで6万ダメージ叩き出してくれるのは助かる。あ、そういえばアスターが相性良いのはわかるんだけど、ラセスよりフォフォの方がこのボスには相性良くないか？フォフォとルアンメイについて語りますか。フォフォとルアンメイ、あまりにもぶち壊れて強すぎてですね。あいつらと組ませたら基本的に何やっても強いんですよね。動画コンセプト殺し。もうソースの味が強すぎて、ソースの味しかせんみたいな。一応この後倍速でルアンフォフォの編成もやってみますが、なんだかんだスターレイルもサポーターゲーなんだなぁと思います。原神に比べるとアタッカーの重要度が高いって言われてるけどな。いやもうほんと、ルアンいたら何でもありですよ。現状、どのアタッカーがどれだけルアンのバフを受け取るのがうまいか選手権状態ですね。そんなルアンメイにも弱点があるんですよね。そんなわかりやすい欠点ってあったっけ？これは星雲全盛期の頃から言われ続けてることなんですが、分身できないことですかね。欠点じゃなくて仕様なんよ。花火がルアンメイの分身になってくれるのかどうか、バージョン 2.0 後半はそこに注目が集まります。もはやルアンメイを入れなくても十分強いというのが、アタッカーの長所の一つになり得る状態ですからね。その点で言うと、このパーティーも結構イケてると思うけどな。正直私もパーティー回してみるまで半信半疑だったんですが、意外にも持続ダメージを扱うキャラがいるのなら、ある程度ダメージを出せる範囲でバッファーとして、ブラックスワンも優秀なんだなと思いました。消費 SP が少ないので、ペラみたいな使い方ができる。カッカと合わせた強さが衝撃的で、こういう運用はややもったいない気もするけど、ペラとは比べ物にならないダメージ出てるし、防御ダウンの更新は自由自在だしな。強いて言えば防御ダウンの数値もっと欲しかったんですけどね。1突効果が、入っている持続ダメージに対応して、属性の耐性を下げるとかいう疑似防御ダウンを持っていて、その数値がまさかの 25% とかいう、1突効果とは思えない破格の性能。明らかにモチーフ公演水を大きく凌駕する性能で、ちょっと突進めようかなと迷ってます。ミーシャの動画も作りたいのに、ブラックスワン確保までにミーシャ一体しかつけなかったんだよな。私の考察だとミーシャは今後シナリオで超重要になるので、やっぱ思い入れが深くなる前に育てておきたいとは思う。ミーシャってホテルレバリーのただのドアボーイなんじゃないの？あいつ謎の伏線抱えすぎてるんですよね。あまり詳しく説明すると 2.0 以降のネタバレになりかねないので、勘のいいガキがピンとくる程度の情報をばらまくとすると、シナリオで行くとある無常に響く声が明らかにミーシャの声。ミーシャは現在の列車組が所持している、正規チケットとは別色のチケットを所持している。ミーシャにはクロックボーイが見えているが、現在主人公以外がクロックボーイとミーシャが見えている描写がない。謎の声が夜に入るとは7大天使ミカエルの別名。ミカエルは日曜日を担当する大天使で、日曜日は英語でサンデー。クロックボーイは主人公の心が子供のように綺麗で純粋だから、クロックボーイの仲間が見えると言っているが、どう考えてもゴミ箱のように汚れた心をしているし、他の人との一番の違いは性格の有無、ピノコミーの性格のその後については不明。怪しいかも。これはシナリオ上で明らかになっている情報を列挙しただけなので、これ以上は考察になっちゃうので控えておきます。コメント欄で考察大会するのもできれば控えてください。みんながみんな、それぞれでより 2.1 以降のシナリオが、楽しみになればいいなぁと情報を
整理してみました。画面の戦闘があまりにも変わり映えしないからね。裏には12層の敵無駄に硬いんだよな。このクソ硬い敵を10ラウンド以内に倒すというのが裏庭の最終目標となるので、できれば前半も後半も5ラウンド以内でクリアできる編成が好ましい。すでに5ラウンド消費しているわけだから、服は強化されたとはいえ、やや力不足という感じが否めないのか。まあでも誰にも見向きもされなかった服が新バージョンであと一歩まで上り詰めてるのすごくない？それは実際そうだな。星4アタッカーでフックとアーランが一番微妙な空気を醸し出してるのは誰しもが認めるところ。ここで6ラウンド消費してしまいましたが、強化スキルで8万オーバーダメージを叩き出して勝利。ほぼ9万ダメージは頑張った頑張った。異物の厳選が進めばさらに出せるようになりそうですね。ということで最後に理論上最強フックパーティーを見ておきましょう。フックリーズナブルパーティーが6ラウンドクリア。果たして宇宙最強フックパーティーは何ラウンド短縮するのか。ソースの味を堪能させてもらうんだぜ。不安名のモチーフがあると、なんと開幕スキルを押した後すぐに必殺技が打てます。間違って弱点撃破しないように気をつけてと。撃破するとヤバいダメージ出ちゃうからな。必殺技はあくまで会心率ブースト装置なんですが、8万4000ダメージ超えるようになりましたね。そしてこれがソースの味。34万6356ダメージ。拡散攻撃キャラなのでゴリラを残したいのに、勢い余ってゴリラを殺してしまうほど、ここからさらに頬の必殺技も入って、火力がオーバーヒートしていきます。そういえば、頬の AI に大幅な改善が入って、オートプレイでも使いやすくなりましたね。ちゃんと役払いを維持してくれるようになったんだよな。今までは HP が減るまでスキルを使わず、役払いが発動しなかったので、オートで使うときはアーランをパーティーに添えてました。アーランの使い方間違ってますよ。いやけどこれ確かにソースの味しかしねえわ。なんでルアン名の通常攻撃で31万ダメージ超えるんだよ。撃破特攻 500% を超えた宇宙最強ルアン名の力。撃破特攻を信じ続けた武者の末路は強すぎて動画でルアン名が禁止カードになる。だってこれ何も参考になんねえもんな。まさか私もこんなことになるとは思ってなかったですよ。ということでまあルアン名を解禁すれば裏には5ラウンド以内も余裕になると思うので、ちゃん自体は割とやれるんじゃないかという動画でした。この動画に満足していただけた方やミーシャの強さも見てみたいという人がいれば、高評価やコメントでリクエストお願いします。たくさんいたら課金してきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。